あ皆さん、こんにちは。 今日はよろしくお願いします。えっ、ー、と今日なんですけれども、45分間で生理について語りまくりたいと思います。で、あのお手元のスライドでご質問あの送ってください。で、私の方でここでピックアップをさせていただきます。よろしくお願いします。じゃ、あ早速簡単に自己紹介から行きましょうか。えっ、ー、と今日はですね。私があのここには書いてないんですけど、明日、私は柿の木に登るという国産の植物由来のデリケートゾーンケアの代表をやっております。小林と申します。よろしくお願いします。 はいみな、えー、さんこんにちは助産師のしおりぬと申します普段はあの youtube とか、えー、様々な講演活動とかを通じて性に関する情報発信ということで活動させていただいております今日はよろしくお願いします 東京大学産婦人科の原田と申します。あの東大病院の方で、私はあのま生殖医療ですね。いわゆる不妊治療を専門としておりまして、あの不妊治療のあの大河受精の責任者をしております。あとはあのま内視鏡手術ですね。腹腔鏡手術です。とか、そういうののま病棟以上として、あの手術にあの入っているというような状況です。あの今日はよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。 えっと、早速なんですけれども実は今、生理の選択肢ってめちゃめちゃ増えてます。で、私もやったことない選択肢も結構あるんですね。じゃあ、なんでここまで増えているのかっていう生理の現状ですね、早速、あのば番初めに前提として原田先生にお話しいただきたいなと思いますよろししくお願いします。 じゃ、私の方からあのごく簡単にあの話をしたいと思います。あの皆さんお気づきになられているかなとも思うんですけれども、このパネルの上側ですね。これがあの昔の女性の生理。 感じで下側があの現代の女性の生理の感じということであの処刑年齢あの閉経年齢のあのもちろん違いといもございますけれどもあの昔の例えば例えば5人6人ってお子さんを産んでる最中というのは方っていうのはもちろんその妊娠したら生理が止まりますしでおっぱいあげてる間もまあ来ないことが多いのでということであの妊娠出産のお まあ5回6回としているとまあ生涯の月経の数っていうのがあのまあ50回から100回ぐらいということであのそんなに多くなかったということなんですねただ現代の女性まあ産んでもまあ1人から2人ぐらいで産まない方も多いということも考えるとあの月経の回数がまあ450回ぐらいあるということが言われてますが、まあ、詰まるところその月経というその体験がですねあのすごくそのあの多くなったっていうことがをまずみんなの,あの共通の認識としてあの知っておいていただきたいなというふうに思います。 ありがとうございますなんと5倍から10倍になっています、皆さんご存知でしたかね、ねこれはもう本当に人類が想定していない多さ <laughs> ということで、私たち生きてるだけで、あのめちゃめちゃこう負担がかかっているんですね。で、その分、まあ、回数が増えて、いろんな選択肢が出てきました。でちょっとね 今ある代表的な選択肢をご紹介していきたいなと思うんですけど分かりやすく「対外」と。 体いい <laughs> 外の方まずシオリンさんからお話しいただいてもいいですか、はい、あの今日は体の外側担当がシオリンというふうに割り振っていただいているので、えっと、体の外に出てきた経血をどういうふうにケアするのかという選択肢も今大きく変化してきてますよねというところを簡単に確認したいんですが、まあ、まず多くの人がおそらく使ったことのあるであろうナプキンという選択肢ですよね。こう紙で できている使い捨てで、こう下着のショーツにつけて出てくる経血を受け止めるというような生理用品もあれば、あとはタンポンですね。これも割とメジャーなものかなと思いますけれども、まあでもタンポンも一切使ったことないってい方ももしかしたら今日もいらっしゃるかもしれません。膣の中に入れて出てくる経血をこの吸収体という部分が吸い込んでくれて、経血が外に出てこないよというようなケアをするもの。それから吸水ショーツですね。もうショーツの クロッチ部分股に当たる部分自体が水分を吸収できるような素材になっているのでこの下着を履いておけばそれにプラスアルファ何か生理用品をつけなくとも経、えー、血を受け止めることができるよというようなショーツも最近はあの大手のアパレルメーカーなどでも販売がされていたりしてチャレンジしてみた方も増えていらっしゃるかもしれません。 あとは月経カップですねこれもまあタンポンと同じような膣の中に入れて使うという生理用品にはなってくるんですけれどもタンポンと違うところは使い捨てではなくってこのシリコンでできたカップ、まあ、シリコンだったりいろんな素材でできたカップが、えー、出てきた経血を受け止めてくれて、えー、一定期間を使ったらその経血を外に流しもう一度きれいにして繰り返し使うというような生理用品だったりもしますね。月経カップは最近使ってる方が少し 少しずつ増えてきてきいるような印象もありますあとはショーツのクロッチ部分に敷いて使うナプキンの中にも使い捨ての紙製ではなくて布でできていてお洗濯をすることで繰り返し使えるという布ナプキンというものもあったりあとは日本ではなかなか見かけるものではないので初めて見るという方もたくさんいるかもしれませんが月経ディスクというものも海外では使ってらっしゃる方もいらっしゃったりします。これですね ででっかいですよね <laughs> さっきこれ控室でみんなで見ながらどうやって入れて出すのかという談議で盛り上がっていたんですけれどもこれをこう折りたたんで筒を通して中に入れて子宮の頸部をカポッと覆うような感じではめるらしいんですけどなんか入れなきゃいけないところも結構深い気がするし<う>コツがいりそうだし取るのどうやって取るんだろうみたいな話をしております。<laughs> 私 私もこれだけ使ったことないですけれども、まあ、これだけ体の外に出てきた経血を受け止めるというケア方法もかなり選択肢が増えてきているというのが今一つ現状としてあるかなと思います。 ありがとうございますこれはね本当に私もやったことなくってでも一応ね月経カップの進化版としていろんなところであのメディアとかでは出てきたりしていますじゃあ次にあの体内の方あのぜひ原田先生にお話しいただいてもいいですかはい それでは私は、まあ、体の中からコントロールするというあの方のお話をさせていただきたいと思います。もうあのおそらくもうこの会場にいらっしゃる方は皆さんすごくまあ意識の高い方が多いのでいろいろな選択肢をご存知だと思いますけれども、まあすごくまあメジャーなものとして対、まあ、別されるというべきだと思いますけれども低用量のエストロゲンプロゲスチン配合剤、いわゆる低用量ピルと言われるものですが、ねああいろいろまあ、商品名はここであの差し支えありません出し,出しませんけれどもいろいろなタイプのものがございます。 であとはあの子宮内応体ホルモン放出システムって、まあ、何のことやるという感じですけれども、まあ、ちょっとこれは商品名を言わざるを得ないのです、まあ、ミレーナと言われているものでこれもお機になったことはあるかなと思います。子宮の中にこのあの魚の骨みたいなものを入れておくとそこからあのいわゆるプロゲスチンですね、応体ホルモンの,あの,、まあの人工的に合成したものですけれどもそれがあの徐々に徐々にこう出ていってということを起こすというようなものになります。でまあ、これはもちろんです、ね、例えば月経の,あの もともとの適用としては、いわゆる月経困難症ですね、つまり生理の時に生理痛が重いというものをコントロールするというものに対して保険適用にな,なっているものです、ただ、まあ、いわゆる副公用という観点から言うと、もちろん生理の量が減りますし、あとはあの場合によってはこのピルなんかだと、休薬期間にもあの長く飲んでると、あんまり出血も来なくなったりということもあったりもします、なので、生理が軽くなるというのも事実だと思います。あとこれも副用になりますがいわゆる PMS ですね、月経前の緊張症とかそういうものに関してホルモンの揺らぎが少なくなるので、そういうものもちょっと良くなるというのは、これは副効用です、適用ではありませんけれども、そういうものもあります。であとは、あのまあ、量とはあまり関係ありませんけれども、あの鎮痛剤ですね、これはもう皆さん、あのうちに頭痛薬とか、何がしか持っていると思いますけれども、これもですね、あの実はそのホルモン剤にやっぱりこう抵抗のある方とかっても非常に多いですし、なかなかっていう場合は、鎮痛剤、 でじゃあどうしようということになるんですけれどもこれもお話を聞いてみると結構、癖になっちゃうかもとか,あ,のなんかあんまりすっ,ごいすっごい我慢してから飲まなきゃいけないんじゃないかと思っている方って結構多くってこれをその上手に使っていただくだけでもです、ね、かなりその痛みという観点ではその上手にコントロールできるようになる方って多いので、まあ、これも1つあの選択肢としてあるかなというのが私の体内からのコントロールのお話になります。 あ、はい、ありがとうございますあの今、日本でまリ、あ、スクはないですけどあるだけでもこんだけいろんな選択肢が出てきてるんですねただ、あのこれだけいろいろあるんだけれども自分に合った選択肢を見つけるって結構難しくないですかあのね月経カップとかも,もちろんそうですけど何が自分に本当に合うのかっていうのはちょっと試してみないとわからないという部分もあると思います。 と,いうところで、あの今から私たち3人の整理についてっていうところを選択肢を赤裸に語っていきたいなと思っています。で、面白いことにあのバックグラウンドはあのみんな違うので、全員整理の選択肢が違うんですよ。 でこんだけ多様な選択肢があるっていうことを知っていただいてご自身のことを考えていただければなと思っておりますじゃあまずはじめに私からお話をさせていただくと結構、日本だと私みたいなタイプ多いんじゃないかなと思うんですが初め、社会人になりたての時きサラリーマン生活を10年ぐらいやっていたんですけれども私は本当にナプキン派でした。 でナプキンでもしかもあの本当にこう男性が多くて長時間労働の職場にいてなかなかこうトイレでゆっくり帰えるとかいうことも難しい環境だったのでとにかく漏れないことを重視した夜用ナプキンもうおむつかっていうぐらいこう前から後ろまでバーってなってる夜用ナプキンでいくら蒸れてもいくらかゆくてもとにかく漏れなきゃいいバレなきゃいい 我慢すればいいっていう風な生活をずっとしていました。で、その頃はやっぱり生理を快適にするっていう。選択肢も知らなかったし、自らそういう改善をするっていうようなことも、あの考えもしなかったんですね。ただ。 やっぱり、あのそういうまあ働き方をしていて、まあ、睡眠不足、食事のバランスも変えているストレスもめっちゃ溜まっているって状態であのいろんなトラブルが出てきたりもちろん生理不順なんて当たり前だしあのナプキンを買えなくってかゆいのも当たり前女性全員そうなんじゃないかというぐらい思っていました。 ところがまあそういういろんな不調が出てきていろんな選択肢があるっていうことを知っていく中で自分にこう合ったものは何かっていうところをあの徐々に徐々にいろいろこういうのを試すようになってみたんですねで結局試した結果私は結構ね月経カップ派 <laughs> 体外からのコントロールで月経カップの快適さみたいなところに行き着きました。 とはいえあのそこに月経カップがここにあるだけでも3種類あるんですけど全部硬さとか大きさ形状全然違いますでどれが自分に合うっていうのが正直分かんなくって初めはなんか一番無難な、あのー、形の無難な柔らかさのものから始めましたでそれから始めたんだけど意外とずれて漏れちゃったんですよ 出産経験もあるので大きいのを買ってみたりとかそれもちょっとずれちゃってあれあれおかしいなと思って思ってたらあのフェルマータさんでケーゲルベルっていうのに出会うんですねな何かっていうと何かこう筒の中に入れて骨盤底筋トレーニングデバイスなんですけど重りをどんどん下げていくというやつであの市販のこう重りを全部入れても 私全然平気だったんんですよ <laughs> なんかめちゃめちゃ重くても全然平気で抜けないで重りを開花してようやくトレーニングできるぐらい要は骨盤底筋がめちゃめちゃ強いことが分かったんですよ。であなるほどと中で月経カップが結構歪んだりずれちゃってたんだなって何かの,あのくしゃみしたりとかあの勢いでずれてたんだなと思って、あのー、今度はねバリカタ月経カップに変えました。 <laughs> このね、あのメルーナさんっていうアスリート用の月経カップがフェルマータさんで販売されてるんですけどそれに変えてみたらあの無事、漏れずにあこれが自分に一番合ってるんだなっていうのをようやく発見で,できたっていう感じですねこんな感じで私はあのもちろん若い頃ピルとかも飲んだことあるんですけどあの最終的にはこういう体外でのどう調整して自分が生理を快適に過ごせるかっていうような選択を取りました。 ところが、じゃあ、しおりにぃぬさんはいかがですかね。 そうですねあの私は多分この外からケアすると内からケアするの割とハイブリッド型だねと、うん、いうことをあの打ち合わせの中で皆さんと話してて言われて確かになと思ったんですけど私、もともとは思春期の時とかは生理めちゃくちゃ重たくってもう7日から10日間ぐらい出血あるのが普通でこう血が多い日は夜寝る時なんかはタンポン入れて。 夜用のナプキン敷いて寝ても朝もシーツまで血が出てるんですよおかしいみたいな <laughs> こんなにこんなにカバーしてるのにもう下着を越えてパジャマを越えてシーツまでたどり着いてるのはなぜなんだっていうぐらい出血があったんですけど私それがあの出血多いと一切思ってなかったんですねなんか生理ってそういうもんなんだろうなって思ってたしなんかもう世の中の方々はみんなこんなに大変な生理を こらえてそれに耐え忍んで生活を送っているのだろうと思っていてそのままこう普通に日常生活を送っていたんですよなので私その思春期の時とか学生の時って昼用ナプキンって誰が使うんだろうって本気で思ってたんです <laughs> もうみんな私真っ昼までもいつも大きいナプキン使ってたのでみんななんでこんな小さなナプキン 使う人いるのって本気で思ってたんですけど、まあ、自分がこう社会人になってから、私は避妊目的で最初にピルを飲み始めたんですね。なんかある時にずっと定期的だった。生理が1週間だけ遅れたことがあって。 まだ社会人になりたてだったのであ、今妊娠したらどうしようってちょっと不安に思ったことがあったんですよもちろんコンドーム使わない行為なんて経験がなかったのでこうあんまり思い当たる節ないなって思ったけどでももちろん100%じゃないからもしかしたら妊娠って思った時にすごく心配な気持ちになってその時にあ。 今妊娠したらこんなに不安になるんだったらもうちょっとちゃんと避妊しないとダメだって思ってそこで社会人1年目ぐらいの時に低用量ピルの内服をっていうことを初めてした時に初めそう言って避妊の目的に飲み始めたピルがその後すっごい生理軽くなっておおやおやっってなったんですねもしかして生理軽い人ってこういう日常を送ってたのってすごくびっくりしたんです。 でまあ、そこであ私って生理重かったんだなとびっくりしてそこからはピルの内服をそう生理を軽くするという目的でも避妊の,の目的でもどちらの意味も持って内服をするような風になっていたんですねでそれと合わさってちょうど婦人科で働いていたりとか性教育の発信活動とかに興味を持っていた時期でもあったのでいろんな生理用品も使ってみようと思ってそのピルを飲みながら生理を軽くするっていうことをしながら月経カップ使ってみたりとか。 布ナプキン使ってみたりとかいろんなものをこう手を出すようになっていて私も最終的には月経カップが合ってたんですよすごく楽ちんであこれすごいいいじゃんっていうことに出会ったんですけどその後どん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 ピルの内服を続けていったりこうピルの種類を変えたりとかして連続内服できるピルを飲むようになったりしたらあのカップが必要なほど経血なくなっちゃって <laughs> どん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 出血も量減っていくしあの生理の頻度もなくなっていくしっていうことでもうそれこそお 織物シートで足りてしまうような時もあったり吸水ショーツだけ履いてれば OK っていう時もあったりして、まあ、なので今はそういったあの自分の生理を軽くするというホルモン剤での。 ケアも行っていたりだとか、まあ、その中で起こる軽い生理に対しては自分が使いやすいその日の生活とか自分の性格に合ったような生理用品を選んで使うということをするようになっていて今もちろん吸水ショーツとかも使うんですけど例えばあの出先でもあのゆっくり生理のケアする時間もないから今日はもう外で捨ててこれる方がいいやと思ったらタンポン使う時もあったりしますしナプキン使う時もあったりしますしそ,のそれぞれのメリットデメリットを繰り返して 上で今日の自分に合ってそうなやつっていうのを選ぶようになったかなというふうに思いますなる,なるほどねありがとうございます途中あの月経カップにたどり着いた時期あるじゃないですか、はい、であそこについてちょっと質問が来てるんですけど、はい、あのなぜ他の商品と比べて月経カップがいいって思われましたかそうですね多分その時まだ給水ショーツとか なかったんですなのでうん、うん、ナプキン、タンポンが主流だったときにその次に知ったのが多分カップだったんですね。で私あの、これを言うとびっくりされるんですけど初めての生理の日からタンポン使ってたんですよ。 で<ー>もうそこからずーっとタンポンユーザーなんですね。なので中学生の時からずーっとタンポンを使ってたので膣の中に入れる生理用品ということへのハードルが全然なかったんですね。なのであのカップっていうものが出てきたということを知った時に普通にこう、うん、あ使ってみようかしらと思いましたね。ななるほどなるほほどどあありがとうございますのの私の場合は あのまあ、婦人科というのも皮膚科の問題というか私もともとアトピーがひどかったんですねで皮膚がすごい弱いので正直ナプキンとかあのショーツとかちょっとかぶれがちなんですよ。 本当に通気性良くしておかないと、すごいかぶれがちになっちゃうので、そうなった時に。あの月経カップっていうのは、すごいもう。何かが群れる要素がないので、<laughs> あの中面っていうよりも、外面の。あの問題で、私は月経カップにたどり着きました。あと、あと。やっぱり。経血量がわかるって。結構いいですよね。 その目で見て自分って多いのか少ないのかって自分の判断でしかないじゃないですか他人とさどんぐらいとかやんないじゃないですかだからちゃんと自分の量が正確に分かれるっていうのもいいしあとゴミを捨てなくて済むっていうのもすごい月経カットが楽だなって思いました。そうあとと多分私もともとタンポンポずっと使っ使てたので軽血が外に ドロって出る感覚が本当に苦手なんですね。あの立ち上がった時にドロッと出てくる感じもやだし、その水分の存在を感じながらその後座ってるのもすっごい苦手なんですよ。はいそう。だからこそ私は多分タンポンとかカップとか外に出てこないやつが好きなんだと思います。ねなんかやっぱり外に出ちゃうと空気に触れて酸化するんですよね。だから匂い 生理っってて匂いいいがすごいものって思いませんだけど月経カップだと基本匂わないじゃないですか,かそういうのとかもあの自分に合ってたかなっていうように思いますじゃあ次に全く多分違うであろうあの原田先生伺ってもいいですか そうですね、あの私自身はあのお二人ほど語るべきものがないというかあ <laughs> れなんですけれどもあのやっぱりもう私はその、まあ、産婦人科で特にこう生殖とか内分泌とかを専門にしていて、うんまあ、子宮内膜症の患者さんとかもこういっぱいこう目の前にいたりしてっていうことでもピルがものすごいこう身近にあったんですよね。で、まあ、別にその例えばその子宮内膜症の患者さんとかほどその七点抜刀するほど月経困難症が強いとかではなかったんですけど、まあ、生成立もあるしなっていうことでも早い時期からずっとまあ基本的にもうピルであのコントロールしようみたいな感じで。あの やってましたで、まあ、そうするとあの、まあ、結局のところあの先ほどしおりんさんもおっしゃってましたけど、まあ、今は結構連続投与とかねあのいろんな飲み方があるのを皆さんのストッパー &GO とかのご存知かと思いますけれども、まあ、そういうのがその公になる前から自分で勝手にそういうことをやったりとかしていると、まあ、月経の時期は調節できるし楽ちんだしみたいな感じで、まあ、とにかく、まあ、出てきたものを受けるのをどうとかしようっていうよりはもうでなんか出てくるところをコントロールしようみたいな感じになってしまいということであの逆に言うとその 海外に関するあの情報は全然私あのよく知りませんでしたしあの本当にこういうことに関わらせていただいて初めてあの多分もう本当にまだ幼稚園児ぐらいのの知識しかないんじゃないかと思いますけれども知ったぐらいのもので外からの工夫はあまりしてないというのがあの事実ですね。それでででああああととはあののの、まあ、せっかく私ここういういいいろにあの呼んでいただいてるのであと1つ一つ応あの 強調しておきたいのがあの先ほどのやっぱりシオリーヌさんの月経量とかやっぱ普通じゃないんですよね。やっぱりなのであの皆さんやっぱりどれぐらいが月経量が多いか分からないってもそれはみんなに聞かれるし本当にそうだと思うんですけどもよく私たちが。その,あの 病院に来た方とかにお話をしているのは、やっぱり夜用のナプキンを1時間おきに変えなきゃいけないとかなると、それはちょっと多くて普通じゃないのよっていうお話の例えをしてます。でで例えあのもちろん、ですねその全然あの、ベースにご病気が何にもなくって、生理の量がすごく多いとかっていう方もいらっしゃるんですけれども、実際そういう方には子宮筋腫があったり子宮内膜症がああ、子宮内膜ポリープがあったりとか、そういうあのご病気があることもあります。であとはその生理痛に関しても、やっぱりですねその子宮内膜症があったりとか、そういう、 何かのご病気があることもあるので、ぜひともです、ね、その自分でいろいろ工夫してコントロールするのもいいんですけれども、ちょっとやっぱりあのどうなんだろうという時には、やはりその産婦人科、もちろん敷居が高いことも回る面積だと思うんですけれども、産婦人科の方でやはりあのあのご相談いただくということはあの、ぜひとも忘れないでいただきたいなというのは、ちょっととと言いたいいたことですす、はい、ありがとうございますあのぜひあの、連続投与について、もうちょっと詳しく伺ってもいいですか。 あの従来そのピルっていうのはあの、まあ、ご存知かと思うんですけど 1C とあって。 でまあそれがあの二十一条のものもあればですねその二十まあ四条のものもあったりということでまあそれを飲んでで休薬期間っていうのがあってでその休薬期間の間にまああの経胎出血っても言うんですけれどもまあ要するにまあ生理が来てっていうような状況でまあだいたい一月に一回ぐらいは生理が来るような感じで飲むっていうのがまあ基本的っていうの,の,の飲み方だったんですねでそれがあの今出てる製剤ですとあの基本的にそのただその二十一粒とか二十四粒とかっていうのが基本に今保険で通ってるものって全部成分がおん 同じなんですよねなのでそれを例えば次のシートまでいっちゃってその,あの連続して飲もうがですねそのホルモン状況がおかしくなっちゃうとかそういうことはないのでっていうことをあののまあ、製剤が出る前から私たち割とこう連続イレとかあの患者さんにお話ししたいして内膜症の外来とかでやってたんですけれども実際製剤として出てきてそれを一番長いものだと今120日間あのもう全連続して飲んでいって。 でそれでまあ120日間飲んでまあその間あのまあもちろん間に出血があったら一回お休みしてとか自分でやってもいいんですけれどもなければそのまま飲み続けてでそこで一旦お休みしてまあ生理をさせるみたいにすればですね120日間って4か月になりますので例の話1年に12回生理が切ったものがまあ3回ぐらいになるみたいな感覚にもなるしっていうことでまあかなり生理のさっきの一番最初の昔の女性と現代の女性じゃないですけれどもまあ生理の回数自体もまあそもそも減ると。それも 目的としたものではないんですけれどもという飲み方になりますねなるほど、はい、ちゃんと休ませてあげてるっていうことですかね,すね、はい、あのだから四ヶ月の間で自分の好きな時に生理をこさせているってことですか そうですねなので、まあ、それは別に推奨するものですか、はい、大きな声で声が言っていいのか分かりませんけれども <laughs> <laughs> あの、まあ、そうですねそのあの、適当なところでまあ休めば、ここは例えば、ね、ちょっと温泉行くからとか、仕事があるから来てほしくないなとかってあったら、まあ、ちょっとそこはどけてお休みをすれば、まあ、そこに生理は来ないっていうようなこともまあ可能という感じです。もちろん、ただ、どれぐらい飲み続けられるか人にもよるので、例えば21日ぐらいで結構、途中でまあ破綻出血が来ちゃう人もいるし、意,のも意外とこうもう5週間、6週間飲んでも全然大丈夫。120 飲んでも全然大丈夫っていう人もいるのでまあそれちょっとやってみないと分かりませんけれどもっていう感じです、ね、なるほど、はい、あの私も昔20代ですかねピルを服用してた時に結構、合わなくてなんかめまいがしちゃったりとかクラくらしちゃったりとかピルが合わない人とかあのそういう人って一定程度いらっしゃるんですか、うん そうですね。あのそんなに多くはないですけれども。あの、やっぱりあの気持ち悪さは多少なりとも飲み始めは出る方は多いですね。<ー>それでただ、あのピルの気持ち悪さって結構あの？ 飲んんでるととと慣れちゃうことがほとんどなんですだから気もずっと気持ち悪くてもう飲めないっていう人っていうのはかなり少ないというふうに思うんですね。でただもちろんピルもまあいくつか種類があるんですけれどもその種類の中であのやっぱりちょっとこれを飲んだ時はそれこそめまいがでしていくの、うん、具合が悪かったけどこっちは大丈夫だったとかそういう方もあの実際いらっしゃるので今まあピルの中でも選択肢が増えているのでそういうあのあのトライしてみてちょっとだめだったら別っていうことができるかなというふうに思います。ご質問いいいていて あの小中学生では使えない生理用品ってあるんでしょうかと、特にピルっていつから使えるのかなって。 非常にいい質問で<笑><笑>あの何歳からというのが明確に定められてはいないです、それであの実は年、ね、あの,今年あのいわゆるピルの OC レップガイドラインというのがあの更新されたんですけれどもそこで書かれているのも一応です、ねあのまあ、処刑が来ていたら飲めるということにはなっているけれどもただその海外のデータを含めても14歳未満というのはあの一応安全性はあの担保されていないということが言われているので、まあ、十分な説明のもとあの 使うその年齢というか使い始める年齢を考えましょうという感じになっています。なのでまあ一般的にはですねあのまあ我々もそのあ,のあんまりやっぱりそうですね中学生とかにピルを飲もうっていうことを出すことは割と少ないかなと思っていてだいたい高校生とかまあ高校卒業するぐらいあ感じを目安にあのピルのお話をすることがどちらかというと多いかなというふうには思います。なるほど,なるほどこっちの,あの子宮内オタフロムム放出システムって の方はどうですか？こちらはですね。やはり成功者の経験がないと、やっぱりちょっと難しいところもあったりするので、あんまりそのすごく。そのちの何てかしら。あの学の若い子にやるっていうことはすごく少ないかもしれない。お子さんにやることは少ないかもしれないですね。はいなるほど、なるほど。しおりんさん、あの海外の方ってどうなんですかね？はい、年齢とか関係ありますかね？ そう特にこう年齢制限があったりするものはそんなにないんじゃないかなという,ふうには思っているんですけどやっぱり月経カップとかっていう室の,の中に入れて使わなくてはならないものとかについては、まあ、ある程度あの、そういった自分であのそういったケアができるような年齢になってからじゃないと難しいということはあるのかもしれないですし、まあ、あとはもしかしたら吸水ショーツとかだとあの小学生とか中学生だとまだ全然サイズが合わないということがあるかもしれないですね。あ<ー>あの私も小学生の親御さんからこそ いたに吸水ショーツの S サイズとかでも全然ブカブカですっておっしゃってる方とかはいらっしゃったのでやっぱりこうなかなかサイズとか自分の体に合うもの,その月経カップとかも一番小さいサイズでもなかなか難しいとかっていうこともあるかもしれないので,で、ね、まあやっぱりこう成人女性の体格を目安に作られているようなものなんかは使用が難しい可能性はあるかなと。 思いいまますすかねなるほどありがとうございますでこうやってあの3人だけでも全く違う生理の選択肢がありますもう皆さんも全然違ったりもするんじゃないかなって思うんですよね。で今回あのちょっと考えてみたいなって思ってるのが今ね本当にご質問でも何個も頂い,いているんですけれども例えば海外の方でいうと、まあ、月経カップ便利そう良さそうっていうところであの使ってみたい。 っていうような風に思うんだけどただまあタンポンも使ったことないしいきなり月経カップを使えるかどうか不安っていう声って私たちが店頭に立っててもすっごいよく聞かれますねこういったような不安とか新しい選択肢へのちょっと恐怖心 みたいなところってどんなふうにあのご説明とかってされてますか乗り越え方みたいなところを伺えたら嬉しいです。乗り越えるとかっていうとなんか私個人の話で言えば私は多分そういった恐怖心があまりにもない人だったんで本当に幼い時から私その性に関することとかあのすごい興味津々の人であの子供ってどうやってできるんだとか生理ってどういうものだとかそういうことを知るのが楽しくてしょうがない子供でしたし。 自分の生理が来るのも楽しみでしょうがなかったりタンポンとかも初めて生理が来た時にお母さんに母はずっとタンポンユーザーだったんですけど初めて生理来たってお母さんに言ったらタンポンも使ってみればって言われてわかっっったてて言なのでなんかそういう恐怖心とかっていうのがまるでなかったがゆえに多分私はよしじゃあ次はカップやってみようとかすごいこうノリノリでできたのかもしれないんですけどなんかそのどうしてそんなに不安感がないのかない。 だろうって思ったら、その自分の体のことを割とちゃんと知って。 ってたたかからなのかなのと思ったりして本当にあのお母さんに赤ちゃんってどこから出てきたんだとか聞いた時に「その膣っていうものがあってとか母に言われて<ー>その後自分の鏡でめっちゃ一生懸命探したりしてたんです子ども本当どこにあるんだそれは」とか言やったりしてたのでなんか自分の体を自分で探索するみたいなことに昔から抵抗がなかったりだとか、まあ、自分もこう助産師の勉強とかを始めてなんとなく骨盤の中の解剖ってこんな感じになってて「膣ってこうやって。 意外とグーンっってて曲がってるもんなんだななだとかなんかそういうのをイメージしながら使うとそんなに痛みとかも感じずに済んだりだとかすることもあったのでやっぱり知らないことやったことないことってとても怖いのは当たり前かなと思うのでやっぱり事前情報をしっかり入れるっていうのがこう安心材料になるのかなというふうには思うのであの最近本当に YouTube とかでも月経カップの使い方とか使ってみた方のエピソードとかそういったものすごくたくさん上がってると思うのでなんかそのロールモデルになるような 存在を見つけてそういったエピソードをたくさん情報収集して安心してできるかなと思ったら使ってみられたらいいのかなというふうにも思いますかね <laughs> うん本当にこう自分の体を知るって多分すごいキーワードかなって思いますで私も昔だったら月経カップ入れらんなかっただろうなって思うんですよであのそれはやっぱ担保 恐怖症みたいなところがトラウマみたいなところあってあのなんか小学校の時のプールでなんか生理の時は女子はなんか体育着を着て休むみたいなあるあの昔 <laughs> あったんですけどそれが。 恥ずかしすぎて、嫌でタンポンをあの入れたことがあったんですよ。そしたら多分まあ小学校だし、なんかこう。自分のことよくわかってないから、痛くて痛くて、その痛いっていう記憶がすごいあって。 であの中に何かを入れるみたいなことに対してすすごい抵抗感があったんですねだけど大人になって、まあ、いろんな選択肢を試していく中でそれこそあの自分の体を知るためにちゃんとデリケートゾーンをケアするっていうことも始めていく中で。 あの徐々にやっぱり抵抗がなくなって新しい選択肢を試していこうなんていうふうに思えたので自分の状態をちゃんと知っていくことっていうのはすごい大事なキーワードなんじゃないかなと思いますありがとうございますあの先生の方うにぜひピルもあのかなり恐怖心っていうかこうあるんじゃないかなって思うんですよ抵抗感 ヤマビルってなんとなくそんなに詳しく知ってるわけじゃないんだけど、なんとなく怖いからあの使えないっていう方とかも多いと思うんですね。で、そういった方々にはあのどういうようなお話をされてますか。そうですね。あの今ただき。 あのそうですねやっぱり年代によって捉え方って結構違ってその多分今の20代、30代の方っていうのはピルをお話ししてあちょっとまあ病院に来る方っていうことでバイアスがかかってる可能性ありますけれども,もうピルは怖いから飲みたくありませんっていう人っていうのはかなり少ないかなと思ってます。であの私、まあ、今の医師になっていた今20年ぐらいになるんですけれどもあのやはりですねもう例えば10年前、15年ぐらい前だとやっぱりピルのお話をするとえっていう方ってやっぱり多かったので。あの やはりその今の,あのちょうどまあピルを飲むぐらいの世代の方と例えばその親御さん世代の方になってくるとだいぶ捉え方が違うのかなというふうには思っています。うん、であのもちろんですねただ中にはそのピル伸びなくないっていう方もいらっしゃいますしあの病院に行ったらもうピルを強制的に出されるんじゃないかみたいに聞かれることもあるんですけどそんなことは決してなくてですねあのあの私もいろんなところでお話をしてますけれども先ほど言ってたもた鎮痛剤とかでも上手にコントロールできる方っていくらでもいるのでいろいろなそのチョイスがあるということであの知ってて。 いいいいいてたいただきたいなとううふうにあの思いますあとちょっと話が戻るんですけど、はい、さっきの筒に物を入れるっていう話なんですけどあと皆さんになんかよく言ってるのは筒ってものすごくよく伸びるところなんですよねうん、うん、っていうこととあと筒って、まあ、あの皆さんもご存知と思いますけれども半分外なんですよね、まあ、だからこそ最近もいっぱい住んでるんですけれどもなので、まあ、あんまり、まあ、半分中半分外ぐらいの持っているとそんなにいろいろ怖くないのかなっていうのは思います。ね確かに、ね <laughs> <laughs> なるほどね、どうしてもなんかこう体の奥みたいなイメージがついちゃうけど、半分外ってめちゃめちゃいいですし、ねね、子宮があるからそのその、そのままどこまででも入っちゃうことは絶対ないので確かに。はい。 という,ふうにお話をしてます、ね、自分の顔とか腕とか触るのにそんな緊張しないですもんね。<laughs> なるほどなそうですね今もコメントいただいたんですけどちょっと上の年代の人たちにはピルは避妊薬っていうイメージがありますよね確かにだから何で飲むんだとか結構炎上したりしますよねなんかそこら辺ってどうなんか。 考えればいいんですかねだから学生なんかのね講義をしてたりしててもですねあのうちの,あのそうするとやっぱりあの親にあの産婦人科医ピビールを飲もうと思ったら反対されたとかいうのはやっぱり声はあの出てきますなので、まあ、そこはですねだからやっぱりその正しい知識っていうのをあの、まあ、正しいところでちゃんとそのチョイスをして学んであとはそのあのやっぱり自分の体はやっぱりその自分でちゃんと知って自分の健康に対してリテラシーを高めるというかそういうこと とやっぱりすごくあの今の若い人たち今高まってきてると思うんですけれども高めて行っていただきたいなということはあの思っています。ありがとうございます。あのあとね5分ちょっとになってしまいまして、実は終わる10分前ぐらいにあの質問コーナーというものをもう <laughs> ぎている、もう <laughs> けるあのことになっておりまして、どなたかなんか聞いてみたいとかあのいますかいらっしゃらなかったらぜひぜひここのあの方に。 えと質問を投げていただければ途中まで披露させていただいたんですけれども他にあればあの送ってくださいあのその間にちょっと締めっぽくなるんですけれども最後に選択肢を見つけるヒントみたいなところであの締めくくりたいなと思っています。これだけあの多様な選択肢がある中で自分に合ったものを どう見つけていくか、あの今回のセッションのあのちょっと重複もあると思うんですけど、まとめみたいなところでお話を伺えたらなと思います。し寄りんぬさんからお願いします。はい、そうですね。あとこの今回あのぜひ私もお話ししたいなと思ってたもう一つのことが、その整理に対して無理に。 ポジティブに捉えなななくてもいいいのではないかなって私は思ってるところだったりしてっていうのも私こんなあの発信活動とかあの助産師としてお仕事をしていたあれなんですけど正直そんなにこう生理に対してポジティブな気持ちにはあんまり慣れてなくて面倒くさいし痛いの嫌だしあの生理期間中はだるいしもう来ないなら来ない方がいいって割と思って なんかそれがもちろん自分の健康をねあのチェックするバノーメーターとして大切なものなこともよく分かっているけれどもなんかその生理に 感謝してとかかかかなななんかそういいった思面倒なかなかななく,くさいものは面倒くさいのだという気持ちになってしまうんですけど、まあ、そこにあのポジティブになれない自分をそんなにこうあの卑下する必要はないかなって最近思うようになってきていたりしてやっぱりそうやって面倒くさいとかしんどいと思う気持ちはそのまま自分の中で受け取った上でそれを少しでも。 マシにするた私はこうピルを飲んだりだとかそれこそ連続内服のピルに変えても年3回にしよう整理とか取り組みをしてみたりなんかそのでも3回は来ちゃうその整理を少しでも嫌じゃなく快適に過ごすためにはどんな整理用品を使うのがいいかと模索してみたりしてきて今ここおじにいるなと思うのでなんか自分の整理に対する捉え方とか自分にとってより 心地よい毎日に少しでもしていくためにどんなことができるのかなっていうふうにあの向き合っていくことはすごくいいことじゃないかなというふうには思っているのでなんかまずはこの自分のしんどさとかつらさとかっていうものを素直に受け取っていただけるといいんじゃないかなと思ってます。うん、ありがとととううございいいいいますす先生にもヒントというところででお伺いしていきたいんですけど実は今質問を たーくさんいただきまして、あの先生、ちょっとピルの話も混ぜながらお話しいただけたら嬉しいなと思っています。例えば、ピルが飲めなくなる年齢になったら、どんな選択肢がありますか？とか、あの若い世代の人たちは、ピルに対して抵抗が少ないのはなぜですか？ っていうところの質問が来てまして、ピルのこととあと選択肢を見つけるヒントというところでお話しいただけたら嬉しいです。そうですね。あのピルに関しましては一応あの添付文書上日本の場合ですと一応40歳を超えるとあの全身のまあ、全体的に一般的に血栓症リスクが上がってくるので慎重に投与しましょうというふうになっています。で、あの40歳を超えたら急にやめなきゃいけないということではないんですけれども、あのそういうことは念頭に置いた方がいいということはもちろんあります。で、あとはですね、ただその月経困難症がもちろん40にな な,って急に亡くなるわけでもなかったりしてそういう方の選択肢としてはですほ、ねまあ、他に、まあ、もちろんそ,のあのそういう方も大体内膜症とか煎筋、まあ、症とか月経困難症の原因になるようなご病気ある方も多いんですけれどもそうすると、まあ、あの結局この低用量ピルのエストロゲンプロゲスチン配合薬って書いてありますけれどもこのエストロゲンの側が血栓のリスクになるのでプロゲスチンの胆剤っていうのがあるんですねなのでそういうものを使ったりとかあとはもちろんそのあの先ほど言ったその子宮内に入れるようなねシステムなんかもいいかなというふうに思います。あとまあ若い 方におそらく抵抗が少ないというのがあの低用量ピルがいわゆるその子宮、まあ、最初は月経困難症じゃなくて子宮内膜症に対してあの適応が通ったんですけれどもそれが2010年とか多分もうちょっと前かな, 2000, ごめんなさい2000年代のあれですね2001桁台の時ですねにあの通ったのでおそらくそういうことでそのピルが、まあ、身近になったっていうことがあのあるのかなというふうにあの思っています。 であとはその、まあ、あの自分の選択肢ということですけれどもあのそうです、ね、先ほどの1人員さんと結構かぶってくるんですけれどもあの生理って、まあ、結構鬱陶しいとか嫌だとかって思うことが多いと思うんですけれどもでもこれがちゃんと来るって結構やっぱり体の,そのなんていうか自分の健康のバロメーターみたいなところがあるんですよねであの。例えばすごいストレスが溜まっちゃったりとか例えばすごい痩せたり逆にすごい太ったりとかするとこれ生理すぐ来なくなっちゃうんですね。なのである程度、まあ、やっぱりちゃんと生理が来ている。それがすすごい多い量とかすごい痛いいい多量ととかか痛じゃな 作ってあの割とちゃんと来てるっていうことは、ちょっと自分の健康を見,見直すきっかけにもなるとは思うんですね。なので、まあそのあのよくさい -1 番最近の整理いつでしたって。3人から聞くんですけれども、中によくわかんない。みたいな人もいるんですけれども。<laughs> 一応それぐらいはあのチェックをして、この少しこう。自分に対してあの。 こう無関心でないというかことはあの言ってほしいなということは思います。で、その上で先ほどもちょっと申し上げたみたいに、あのやっぱりこう。そのヘルスリテラシーってまあよく言うんです。まあ、あの健康に対する意識とか知識ですね。そういうものを高めていただきたいというのはあのすごく思います。あの、自分の体はやっぱり自分でその誰かに何とかしてもらおう。っていうのももちろん大事なんですけれども、あの自分でちゃんとそういうあの？ 正しい知識を身につけた上で,であとまあ私の個人的な考え方としては例えば生理がすごく重くって1月に1回もそういう嫌な思いをしながらその1週間とか過ごすのってなんか人生損だなみたいな感じもするんですよね。なのでそういうまあ自分でそ,のそこをどうやったらもうちょっとこう何て言うかこう。 プロダクティビティも落とさずアクティビティも落とさずにその生きていけるかということもあの考えながらいくとなんかもっとこうポジティブになれるのかなというふうふにも思いますでそその手段があのもちろんあのそういう体外にもいろいろな今すごく選択肢が出ていますのでそういうものであの合うものを選ぶということもあるしもちろんそのあの月経困難症に対してピルとかを使う鎮痛薬をうまく使うというのもまたの選択肢になってくるのかなというふうふに思っています。ありがとうごございいますあの個ご質問で月経カップについて何個 ご回答しようかなと思うんですが月経カップや月経ディスクは何年ぐらい持ちますかまたどうやって消毒するのでしょうか。しおりんさん どうですか何年持つってメーカーによって決めたからね。違いますよ,ね,ーーよますね。私の場合は10年持つやつを使ってます。なので、結構そのメーカーさんの耐久年数とかっていうのは、結構あの説明書をしっかりお読みいただいた方がいいと思いますが、あの多くのものは年単位で使えるものがほとんどなので、1回使えばしばらく使えると思って問題ないかと思います。あと、使い始めとその周期の使い終わりには必ずあの消毒をする必要があったりして、それもこう。メーカーの指示によって煮沸消毒してください。っていうものもあればこう。レンジ。でチン できるるようなグッズもももああのの売られているものもあったりこう消毒剤みたいなものを水に溶いてそれにつけておいてそれにつけた後に乾かしてくださいという指示のものもあったりそのメーカーによって結構使い方の指示があの説明書にしっかり書かれてると思うので、まあ、そういったものはしっかりと守りながら衛生命に気をつけてつ使っていただくといいかなというふうに思います。 ありがとうございます。えっと、最後にです、ね、あのコメント、質問いただいてるんですけどネットで情報があふれている中で正しい情報ってどうやって得れるんでしょうね子どもたちにどうやって正しい知識を伝えればいいのか悩みます。 とというところですねでもこれって、まあ、この問題もそうですし多くのことでそうだと思うんです。でもちろん国が出してるとか公的機関が出しているって見るのもそうなんですけど、まあ、正論だとそうなんですけど私は昔公務員だったんですけどまあまあ見にくいですよね。ま <laughs> まあまあ見にく,くって要はやっぱり正正しい情報を正確に 一文字も間違えずに伝えなきゃいけないってなるとどうしてもそう読みにくいものになっちゃうんですよね。でそれをやっぱりあの分かりやすく表現している文章だったりあの見分けるポイントとしてはちゃんと出所が明記されているか。 その出所がちゃんと怪しいものでないかっていうところは、せめて見ていただいて、自分なりに理解しやすいサイトだったりとか、本だったりっていうのを手に取っていただけると、あの嬉しいなと思います。今日はあは架け橋でしたがあの、時間になりましたので、これで終わりにさせていただきたいと思いますあの。いろんな選択肢がありますので、ぜひ一歩一歩試してみていただければと思います。今日はあありりがとりがととううごござざいいままししたた